コンスタンティウス三世は西ローマ帝国の皇帝である。コンスタンティウス三世はナイススのモエシアで生まれ、ホノリウスのもとで優秀な軍人として頭角を現した。コンスタンティウス三世は快活で愛想の良い人柄で、遠赤では役者の真似をして場を盛り上げたという。411年、コンスタンティウスはマギステルミリトムに任命され、ガリアに侵攻していた対立皇帝。 マクシムスの軍の討伐のためガリアに派遣された。ヒスパニアのローマ軍団は皇帝コンスタンティノス3世の拠点アルルを包囲していたが、コンスタンティウスはマクシムスの将軍ゲロンティウスの軍隊を打ち破り、皇帝マクシムスを逃亡させた。コンスタンティウスはそのままコンスタンティノス3世の拠点アルルの包囲を引き継ぎ、コンスタンティノス3世の将軍エドビカスを殺害し、 コンスタンティヌス三世を降伏させて、彼をラベンナへと送った。415年には、西豪都族の王アタウルフを兵糧攻めにして、ガリアから撤退させ、翌416年には、皇帝プリスクスアッタルスを捕らえ、西豪都族との和平交渉では、アラリクによって、ローマ略奪の際に連れ去られた後にアタウルフの妻と、なっていた、ホノリウスの妹であるガルラ・プラキディアを返還させた。 こうした功績に応えるため、ホノリウスは彼に多くの栄誉を与えた。失政官には3度任命し、妹がラプラキリアとの婚姻を取り計らった。コンスタンティヌスとガラプラキリアの間には、ウアレンティニアヌス3世と娘ユスタクラタホノリアが生まれた。そして421年2月8日、ついにホノリウスは彼を共同皇帝であるとまで宣言した。 しかし東ローマ皇帝テオドシウス2世は、コンスタンティウスの皇帝職就任の承認を拒絶した。激怒した、コンスタンティウスは軍団を組織して、コンスタンティノープルへ攻め込もうとしたが、421年9月2日、東方への遠征の準備が整う前に死亡した。ありがとうございます。